オントナゴン軍から出土した自然道、オントナゴン軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6780人であり、2000年の7818人から8.7%減少した。軍庁所在地はオントナゴン村であり、同軍で人口最大かつ唯一の自治体でもある。 オントナゴン軍は1843年に設立され、1848年に組織化された。元はチッペワ軍とマキナック軍の一部だった。その後、ゴギービック軍を設立するために一部が割上された。軍名はインディアンの言葉で、漁をする川を意味する、ロンドンオルガンから取られたとされている。フランス人が作った1670年の地図には、 南東ナゴンと呼ばれる川が掲載されている。また、オジブワ族の言葉で、サラあるいは、ワンを意味する、オナゴン、から取られたという説もある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3741.45平方マイルであり、このうち陸地1311.53平方マイル、水域は2429.92平方マイルで、 水域率は64.95%である。成八89度線上にあり、東部標準時を採用する軍として、国内では最も西にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、重要記録と資産記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、 社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。オントナゴン軍は、下記11の軍区に分割されている。ありがとうございます。